おはようございます。2018年3月の8日、7時54分です。よろしくお願いします。おはよおい、みーすけ、おはよう。おはよおお、さやちゃんおはよう。みんなおはよう。グッモーニング、みっこさんおはよう。朝方に枠開くの久々だな。髪の色ね、いやでも不評だよ。金髪、赤がやっぱイメージカラーだって言われるから、今日赤くして髪の切ろうかな。もう単髪にしようと思っててさ、これ結構金色似合うなと思うんだけど、評判悪いんだ。若い頃やってた、半分金で、それは金で、こっちが完全な黒にしたいよね、これだったら。で、単髪にして髪立てられるようにしたいね。バンドマンっぽいでしょ。なんで笑うんだよ。なんで笑うんだよ。女の子が似合いますねって言ってんだから、そこで笑うところじゃねえだろ。なんで笑うんだよ。可愛い女の子に似合いますねって言われて、いいでしょって言って、なんで笑いが起こるんだよ。笑うところじゃねえだろ。どこが面白いんだよな。
毛の力はないよ。コーメン食べたいな。いや、立つのジェルで立たせんだよ。それくらいわかるだろうがよ。ジェルで立たせるんだよ、ジェル。いや、ジェル、なんなの？その、全力で煽ってくるスタイル、ケイさん。売ってるところが俺もう生まれてからずっとジェルだよ、整髪料。なんだよ、ジェルつけたら悪いのかよ。なんだよ、なんでも、その、おちょくってくる感じ。ジェルで悪いの？ジェルもムースも使うよ、俺。ジェルかムース派だよ。なんなの？それ。やめてよ、やりづらいから。いいでしょ別に、ジェル使ったってムース使ったって、何が悪いんだよ。俺ワックス苦手なんだよね。トモさん風船ありがとう。白い粉、いや、まあ洗わなければね。俺毎日風呂入るから。なんだよもう、別にジェル使ったっていいだろう。なんで笑われないといけねえんだよ、ジェルって。ツボがわかんねえ。ワードをジェルって。いいだろ別にジェル使ったって。でも確かにジェル使ってる人いないよね最近。なんかワックスって難しくない？ワックスって。ワックスベタベタするから嫌なんだよね。いや、長丁場頑張るっていうか、なんかドレさんのスッポン工程を2時間探したんだけど、なくて。2時間探してなくて、まあ、ねえわと思って。で、野田ゾーリの放送を見てて、うわ、野田ゾーリいると思って。で、しばらく聞きながら、カキピー食いながらやってて。うん、で、まあ、そのヤマト運輸どうしようかなと思って、多分これリスナーさんだと思うんだけど、ヤマト運輸また寝過ごしたら嫌だなと思って、生物なのか何なのか分かんないからいつ届くのかなってやってたら、もうまあちょっと放送しようと思って、これ何なんだろう、何が届くんだろう。ボッキヨンさんいらっしゃい。風貌変わった？そう。そうかな。どうもどうも。そんなに変わってないと思うけど。生物ではないの。ノーヒントなの。ノーヒント。でかい小さい。生物ではないんだ。確かに生物にその他になってる。その他何の情報もないんだよね。何なんだろう、全然想像つかないな。当たり目かな。ああ、じゃあだいぶ違いますね。はい、何が大きく変わったかっていうと、僕はニコ生時代で大きく変わったのが、ついにあのリーバイスが履けるようになったんですよ。リーバイスが、
もうここが多分ね、おしゃれポイントが全然違うのね、うん、ユニクロからリーバイスになり上がったんですよ、僕は。ユニクロからリーバイス、やっぱりね、リーバイス履いてるとちょっと大人な雰囲気出るから、僕は これでしょ、多分。多分ね、ユニクロのジーパンとリーバイスの履いてるジーパンだとね、やっぱりね、画面からあの出てくるオーラが、オーラの量が全然違う、うん、そうっすね、やっぱリーバイスを履ける大人って言ったらもう勝ち組中の勝ち組ですから、成功者ですよ、成功者。子供は履けないからね、リーバイス。東京はどうかわかんないけど、千葉県でね、リーバイス履いてる子供いないっすよ。匿名リスナーさん、いや言っていいのかどうかわかんないから、リスナーさんの名前言っていいのかわかんないからあれなんだけど、うん、お届け先アマゾン様だよ、アマゾン様から。ネタにならないの、小さいものじゃなくて邪魔になったらごめんなさいで、つまらないものだからネタにならないかも。何それ、彼女いるよ。あ、でもニコ生のリスナーさんじゃ違うか。僕は今ね、とびっきりのいい女と付き合ってますよ。知らないんだ、ボッキオさん。びっくりしますよ。僕すごい今、とびっきりのいい女と付き合ってますよ。見ます？うん。のんちゃんです。我らがのんちゃんです。うん。オーラの量違う、うん、多分リーバイスだよ、多分リーバイス。ミースケさんなんだけどね。ミースケから何が届くんだろうね、ネタにならないか、なんだろう、まあいいか、なんだろう、ネタじゃないの、ガチなの。ベッキーですね、でもなんか野田総理の枠見てたらさ、昔お世話になった女性のリスナーさん、すげえコメント書いてくれてた人が いて、うわー生きてたと思ってすげえ懐かしかったね。おお、トトおはよう、髪変わった、今途中これ赤く染める、すげえ、あー生きてたんだと思ってちょっと感動したね。なんか過疎だった頃にコメント書いてくれてた人が野田総理の枠にいて、なんか懐かしかったね。小手半も変わってなくて、まあ、今はフォローされてないんだけど、暗黒時代の暗黒宿時代だったらもう相当古いよ、うん、いや俺アウトローじゃないですよ、全然全然アウトローじゃないですよ。いまだにそれ言う人いるんだ、なんで俺アウトロージャンルにされるんだろう。俺アウトローじゃないって言ってんのに、どうしてアウトロージャンルになるんだろう。昔からなんだよな、なんでだ、アウトローになってた、なんだろう、中身は変わってないっていうか、まあ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 多分変わってない、まろやかになったって言われますね。丸くなったとか、ニコ生時代の人からするとなんかすげえ変わったって言われます。俺は全然意識してないんだけど、何なんだろう、まあ、変わったか変わってないかって評価は人の評価だからな。
その辺の大学生っぽかった。俺27だよ、暗黒塾の時。27だよ。苦学生っぽくなかった。いや、だから貧乏だったからでしょ。え、今役中の顔してる？嘘。あ、昔が？あれでしょ？色眼鏡でしょ？おい、クマさんいらっしゃい。面白かった。ボッキーさんフォローしてくださいよ、ぜひぜひ。お、 GK すごい、バーガー10個ありがとう。坊主で眉毛剃ってリスナーのモノマネしてバカにしてた。そんな感じだったっけ。よく覚えてるよね。おはよう。無茶なんかしてないよ。おはよう、アンコラ。久保田くん一切関わらなくなった。俺ね、もともとね、多分なんだけど、みどりさんとか野田総理とか橋本くんとか暗黒界隈に嫌われてる。ここだけの話なんだけど、多分みどりさん俺のこと大嫌いだと思う。うん、暗黒界隈嫌われてる。一切関わらなくなったっつうか、もともと連絡先知らないし、そこは変わってないと思う。多分嫌われてる。でも昔と違うのは、俺が売名しに行かなくなったから、いや、みどりさんみどりさんって行かなくなったから、まあ全然縁がなくなった。まあロハコさんがね、まだみどりさんつながってるかどうか、それくらいじゃないかな。数合わせありがとう。おはよう。そら豆さんおはよう。和道さんじゃなくていいよ、和道でいいよ。勃起王さん、いや、でもすげえ、暗黒塾とか懐かしいな。ひなり、ひなり懐かしいな。第1回第2回出たもんね。烏合の衆の一人だったかな、烏合の衆。あー、松本人志論とか懐かしいっすね。ちょっと恥ずかしいのが、3年前の松本人志論好きでしたよって言われて、今でもやってるネタだっていうのがちょっと恥ずかしいよ。それ一昨日もやってなかったっけって多分今のリスナーさんに言われちゃうって言って、一昨日もお前松本人志語ってたろって、あの3年間同じ話をループしてるっていう、この恥ずかしさやめて、ネタがバレるから。昨日してたっけ松本人志の話。あ、横山みどりさんは俺より重いと思う、アスペは。いや、みどりさんね、みどりさん、粗相ははまんないと思うね。俺の予想粗相の全然ツボにならないと思う。横山みどりさん、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、暗黒生放送っていうのをずっと続けてて、すごい個性的というか、なんて言えばいいんだろう、みどりさん。多分粗相ははまんないと思うっていうか、すごいアンダーグラウンドなんだけど、コアなファンがすごく多いっていうか。ニコ生のパイオニア、まあミスターニコ生って言われてるんですよ。ミスターニコ生って言われてるんだけど、すっごくその癖の強いリスナーさんが集まっていて、なんて言えばいいんだろうな、もう不思議な世界観だよな。パイオニアでもないんだよな、実は。好き嫌いすっごい分かれるよね。半端じゃなく激しい、好き嫌いは。とんでもなく激しい。なんて説明したらいいんだろう。知らんけど、おはよう。風船ありがとう。あれ、なんて説明したらいいんだろうな。なんか、例えるのがすごい難しい。ほう、まあまあ台本の人だからね、この人は。でも俺、不倫をした時にプリン食べた時爆笑して、普段顔出し配信者なんだけど、
不倫がバレた時があったの。香川さんっていう人がそのリスナーさんからの情報でニャンニャン写真を流出させるかさせないかって言ってキラーパスしてたんだけど、ネルさんと香川さんがこうどっちが暴露するみたいな感じで遊んでたら、その日の枠が顔出し配信じゃなかったので、なんかへこんでる感じで始まって、おい顔見せろ顔見せろってコメントバーって流れた時に、普段物とか食べないのにいきなり放送中になんかペリペリペリとか言ってプリンを食べてたので、顔ガチャってプリン食べてるところからいきなり10分後に顔出しスタートして、なんでこいつプリン食ってんだみたいな空気になるの、プリンみたいな、コメント欄がプリン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 ってなったんだけど、コメントそう喋らないで普通に雑談続けんので、そしたらいきなりリスナーが気づいて、フリンプリンって書かれたら、フリンプリン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 っていう、あの空気は好きだったね何この放送っていう、ね、フリンプリンだっていうことでみんなフリンプリンフリンプリン意味が分かんなかったけど、ちょっとなんかそういう不思議な世界観なんだよね。あれは面白かったな、フリンプリンは。ニコ生独特っていうか、そのもう奥さん激おこで家庭が崩壊の危機なのにネタに走るっていうそういうハードパンチャーだね。そうカラフルなコメントで、あとなんだろうな面白かったの、みどりさんの、ああとあのあれが面白かったな、あの痩せたいっていう女の子の会話、あれすごいね、なんて言えばいいんだろう、ちょっとこれギリギリっていうかアウトな放送なんだけど、闇将軍は暗黒系じゃないっていうか、むしろ闇将軍を有名にしたの俺だからね。あの昔から有名だったんだけど、あのタヌキってあるじゃん、雑談タヌキっていうので、ニコ生ではハトロダっていうのがあったの。あのもう悪口書く掲示板ハトロダっていうのが有名なんだけど、なんでか知らないけどすっげえ過疎生の人なのに、あのハトロダにはずっとずっとそのナンバーワンだみたいな、こいつは最高みたいな、その超過疎なむ主なのにハトロダっていうサイトに行くともうナンバーワン扱いされてるっていうわけのわかんないのが闇将軍だった、うん、で闇将軍結婚したね、ポーカーフェイスいらっしゃい。朝から絡みすれえな、なんだよ。俺ブラックなネタは投下してないから、リスナーがいじってるだけだから。え、公園で横山みどりくん6歳お父さんが探してますって前、それは知らないな。いやだからあそこは結構すごいよリスナーが。あ、じゃあおすすめのやつキャプローか。ワド君働くねえ、大丈夫、ノーマイヌさん大丈夫です、配信の人なんで。そうそうそう、闇将軍はだってふわっちが大ブレイクじゃん、牛丼混ぜ男。みどりさんのおすすめのやつ、これがおすすめかな、ちょっと一個キャプローか。まあ、ニコ生の面白さが分かる動画の一つでもあるからちょっと一個キャプりますね、みんなで見ようか。ちょっとみんな音うるさくなるかもしれないからちょっと覚悟してください。 OK ですか、音うるさいよこの放送、ちょっと音だけイヤホン勢気をつけて、いくよこれね、いくよ。しか知らねえけどさ、いきなりさこういうのをさ、いきなりペタンって貼り付けてさ、送るのやめてくれよ、これマジでさ、こういう。だから、ね、女じゃないぞ。ねえ、これ貼り付けて送ってくるやつがいてさ、ひでえよ、中身まだ開けてねえもん、これ。うん、これは、今の多分理解できなかったと思うんだけど、もともと AV 男優をやってて、その AV 男優、要は届く荷物の、表面に AV 男優の頃の写真を貼っててふざけるなっていうネタね。だからね、文脈っていうかね、あのこの人歴史が長い人だから過去のネタを
こうふんだんに入れ混ぜてくる人だから、あのね、初見には向いてないの。昔から見てないと面白くないの、この人。見て。バカありがとう。ハッサクさんとソソありがとう。引けって書いてある、ここに。ここにね、引けって書いてあるけど、引くとなんか嫌な予感がするから、僕やめとくわ、これ。うん。これ、引きたくないんだけどさ。これ有名なやつだよ。いや、だってバーンって爆発したら怖いじゃん、だって引いたら。子供もいるし。これは笑った。昨日休んだってさ、これ生で見て爆笑した俺。変な爆発物だって、これ住所待って先も書いてないんだぞこれ。金匿名さんいらっしゃる。確実にアンチじゃんだって。これは笑うよね。え、ちょっと怖いんだけどマジで。爆音注意ね。怖いもんだって俺。いや夜やる。怖いから夜やる。イヤホン勢ね、注意してね。夜やります。先発くんはね、子供だったよね。夜やるって。夜。うん、いや、怖いもん、爆発とかしたらさ。子供生まれたばっかりだった。可愛かったよな、先発くん。だって夜やらんと怖いじゃん。爆発したら。夜忙しい。いや、みどりさん、天才だよ、カメラワーク。楽しみにして。超計算してるよ。夜12時からね、ちなみに。やるとしたら夜12時ぐらい。おはようございます。遅いかな。イヤホン勢耳気をつけてね。爆音注意だから。遅い。じゃあみんなの好きなアンケート、じゃあアンケートで決めよう。うん、紐を。いや、コメントが横に流れるっていいね。これいいよね。夜にしろ。夜。まあ僕はね、民主主義ですから。5、4、3、2、1ドン。え、今？今引け？だってさ、これバグちょっとなんかやばいかもしれんから、これさ、来るよ。引っ張れねえからこれやめていいこれも。アイディアがすごいよね。いや、これ今見ても面白いな。これは腹抱えるよな。これはずるいよ。で、こういう人です。はい。こういう人です。要はいつもアンチに、いたずらされるっていうか、なんつうんだろう、説明が難しいよね。いや、すごいね、防犯ブザーってやっぱ優秀なんだなっていうね。今見ても笑うな、やっぱ。まあまあ、これが一番わかりやすいかな。うん、その、初見さんでも、こう、笑えるっていうかね。ていうか、まあ、みどりさんが面白いっていうよりも、リスナーが面白いよね、あそこは。いや、アンチが、だからファンチっていう典型例で、なんつうんだろう。もう、リスナーが取りに来るっていう。いたずらされるのは美味しいと思ってるんだけど、要はね、リスナーがずっとコメントで、コメント欄見たらわかるけど、要はもう叩く一方なのよ。叩く一方。だけど、なんつうんだ、みどりさんはそれを信頼してて、こう、なんつうの、あうんの呼吸で笑いを取りに来るっていうか、なんて言えばいいんだろう。もう難しいんだよな、あそこの空気って。でもね、嫉妬深かったりとか、要は他の配信者にすごく攻撃的だったりするのよ。
だからもうなんつうの、神格化されてるっつうか、緑さん以外認めないのよ。要は他の配信者が緑さんを叩いてると、要はあいつら普段自分たちが叩いてるのにすごく攻撃的になったりとか、難しいよね。で、あの暗黒放送でロハコさんは大ブレイクした。もう時系列を言うと、ロハコさんっていうのはもともと俺のリスナーさんだったわけですよ。でコメント書いてくれてて、要は石野くんと3年ぐらい前にこう住んでる時にコメント書いてるリスナーさんだったの。でその数ヶ月後にいきなりあのデビューしたのが暗黒放送で、暗黒放送で生主デビューするの。でもスーパールーキーってなって、もう緑さんが超可愛がってたのよ。でロハコさんはバーンってブレイクするの、生主として。でその柏木事件、要はその数ヶ月後、もう要はもう暗黒リスナーに超面白いっつって、新しいキャラクターだっつって、あのロハコさんはもう僕はナンバー2だって言い始めたの。いや緑さんの側近だとか言い始めて、緑さんも可愛がってたんだけど、そのある一つで事件が起こるっていうのが、あのみんなが知ってるゴシャブ事件ってやつ、うん、でその大炎上するっていう。でその炎上された放送っていうのは全部みどりさんの放送だった。少し前キャスマーに来たのふわっち、多分ねよっさんの枠だと思うよ。みどりさんは多分よっさんぐらいしか出ないと思うね。ケンタメおはよう。おバーガープレゼントありがとう、ありがとう。アイテム、多分なんだけど、もう本当面白いと思う人と何これくだらないっていう人の二極化がすごい激しい放送だね。で、横山みどりさんの放送を見てるリスナーさんは暗黒脳って呼ばれてるのね。暗黒生放送だから、もう暗黒な脳みそしてるってことで暗黒脳って呼ばれてる。よっさんはひまわり、うなちゃまは珍味団って呼ばれてて、リスナーさんに名前がついてるの。リスナーさんに名前がつくと、まあ大手だっていう風潮はニコ生の中ではあるね。要はもう、要は色が染まっていくのよ。配信者のカラーにリスナーさんが染まっていくから、足軽だったんだ、もともと足軽だったらコメント嵐あれでしょ、もう大得意でしょ。そう、石川紀之さんのリスナーは足軽って呼ばれてたんだけど、なんでかっていうと、もともと石川紀之っていう名前じゃなくて信長っていう名前だったので、信長に対してリスナーさんは足軽だったっていうように、配信界にも歴史があるのよ。懐かしいよね。まあだからもうあの頃ニコ生の全盛期知ってる人たちからするとぬるいよね。でもだんだん戻ってきてる気はするけどな、リスナーさんも。野田総理のところに名前ないよね、リスナーさんの。だんまコピーしてたんだ。もう嵐で有名、石川紀之さん。今じゃ考えられないかもしれないけど、もう四大がんっていうのがあって、要はもうがん細胞だって呼ばれてる。もうニコ生から通報しなきゃいけない4人っていうのがいたんだけど、その中の1人なんだよ。ツイキャスの人からするとびっくりするかもしれないけど。でニコ生 A 版に2回なってるんだっけ、そういうレベルだよ。もう要は会社自体が公式にこの人はもう放送させませんってアナウンスした人、社長が名前出してたぐらいだもんね。川上さんとかが信長どうするみたいな、石川紀之どうする、復活させるみたいな、そういうレベルの人だった。初見さんいらっしゃい。まあじゃあもう一つ言うなら、よっさんってわかるじゃん。よっさんの家に俺が初めて入った時、玄関に山積みの段ボールがあって、全部砂利だった。そういうレベル。今はニコ生配信できるんじゃないの。ただのりゆきさんが一昨年ニコ生をやった時の映像を見たらわかるけど、石川紀之
今じゃ考えられないよ。ね、どれかな。簡単に言うと、のりゆきさんが枠開いておにぎり食べてるだけなの。もう死ね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 って、もうずーっと5分間帰れ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 、ツイキャス行け、死ね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 ってなって、おにぎり食べ終わってプッて吹いちゃって、あんまりにもアンチの多さにプッておにぎり吹いて逃げたっていうのが面白かったね。いや、もう放送とか雑談ができるレベルじゃないぐらい嫌われてるっていう。だからそれを見せたら早いんだけど、だから石川紀之って今レジェンドっていうかさ、囲われてるキャラになってるわけじゃん。だけどニコ生リスナーはもうなんか紀之さんをもう絶対に放送させないみたいな阿吽の呼吸があるよ。なんかその難しい、なんつうか、なんとも言えない歴史がある。まあ多分ニコのまネタに年1回やるかやらないかな。プロテインとかサプリは取ってないですよ僕は。過激っていうか、なんて言うんだろうな、なんて説明したらいいかわかんないな。鮫島さんがヘラって首切ったのは、あれは FC2 の時代だね。ていうか、鮫島さんがヘラるのは結構、なんなら半年に1回とか年に1回ヘラるっていうのが定番だったんだよ。ていうか、まあニコ生主俺もやってて、俺も散々ヘラってきたから、もう精神がおかしくなるのよ、追い込まれすぎて。だから鮫島さんの気持ち分かるんだけど、鮫島さんは特に追い込まれるから、あの時なんで首切ったんだっけな。そうそうそう、今の家で首切ってるんだよ鮫島さん、ヘラって。あれはね、でもニコ生じゃなくて確か FC2 だったはず。だからオカリナさんと出会ってからだいぶ丸くなったよな。今全然減らんなくなったし。当時何だったかな、首切ったの。ちょっと覚えてないな。いや、すごかったよ。もう大事件だったよ。だから荒野がそう自殺するって言って、おでこからツーってこう一滴垂れるぐらいじゃないかんね。ざっくり言ったかんね。あれはでもね、まあ鮫島さんっていうか、もうそういう鮫島さんがヘラって首切るレベルが毎日あるみたいな。ニコ生は、ニコ生の全盛期はね、俺が始める前はどっかしらで誰かが神回毎日起こしてるっていうぐらいカオスだったね。今でいう喧嘩で殴り合ってるとか、そういうレベルじゃなかった。シャンマンの家に襲撃なんかもうすごいじゃん。何回もやってるでしょ鮫島さんは。のんちゃんと鮫島姉さん、いや朝起きたらさ、ダメだよね、のりこさん、ダメでしょ、ダメでしょ、なんでなんでああいうことしたのってずっと言って、なんかこの声聞いたことあるなと思って叫び声が聞こえんの。のんちゃんは悪くないと思うとか言って、のりこが正座させられてて、パッて目が覚めたら、えっと思って、のぞみが家にいると思って、あれは笑ったよ。のんちゃんが怒られてんだよこの部屋で。のんちゃんは別にあれだとか言って、いや、あのさ、みんな朝起きてのぞみが部屋にいるってすごいよ。意味がわからないよ本当に。自分の部屋で想像してごらんよ。なんか生主、いや、まだ寝てない。初友さん、おはようございます。いや、笑うけど朝起きてのぞみがいたら夢かなって思うでしょ。あれはビビるよ。で、彼女が詰められてるんだよ。放送回ってないんだよ。
意味が分からなかったもん、うん、頭痛くはてなだらけになる、ん、頭痛く はてなだらけ、あてま、はたま、はてなだらけになるでしょ、そうそうそう、あ、おはようございますゆうこさん、もう一回寝る、うん、いや本当にそのレベルだよね、のぞみがいると思って、しかもそれ確かのぞみさんと初絡みとかだよ俺ちゃんと寝ます寝ます、はい、のぞみさんと初絡みが俺の家にのぞみさんいるんだよ、すごいよね、のぞみかよって、まあいろいろあるわな、なんだろう、やっぱりねその神回って呼ばれるレベルが下がってきてる感じがするな、俺やっぱね本当に神回だなと思ったのが、俺が知ってる限りだとバール森ドン五しゃぶだね、これはもうリアルタイムで見ててバール森ドン五しゃぶの3つは神回だけど、そっからなんか神回っていう神回ない気がする、もうなんか配信会全土が震えたみたいな、バールはすごかったよね、バールは、バールはだってみんなウナ死んだと思ったもんね、あとなんかあるかな、バールバールボシャブモリドンぐらいじゃない、あの3つはぶっ飛んでるよね多分、なんかその前振りとか衝撃とかなんか因縁的な感じが、なんか最近のってさ因縁っていう因縁じゃなくて2,3なんかそのどっちがディスったディスってない、今から乗り込んでやる、はい青壁の前で喧嘩っていう流れじゃん、なんかそういう感じじゃないんだよね神回って、なんかもう 2,3 週間続くみたいな、おお2いらっしゃい、生きてたねいやあのさ2さ、枝豆は俺配信始める前だから、いや2生きてたんだね、さっき2の話してたんだよ、さっき言ってたのがあの2、もう本当によくしてくれて、あの俺が過疎だった頃さ、まあ今でも過疎だけど、そうそう2生きてると思ってびっくりしたんだよさっき野田造林のところで、そうもう全然閲覧ない時にもうだいぶ助けてくれてね、野田のところで米返してた、いや野田のところにいて、ああと思って2だと思ってびっくりした。俺沖縄行った時会いたかったんだよ本当は、だけどほらフォローされてなかったし連絡先分かんなかったから、一回ねお店やってるって言ってたからお礼に行きたかったんだけど、去年行ったんだよあの沖縄に、枝豆は椅子から転げ落ちるやつね、あと配信してるのって入れたよ、俺が配信やめるわけないじゃんねえ懐かしいね、いやもう2が生きてたと思って、俺からしたら生きてただよ本当に、何年ぶり、もう3年ぶりぐらいじゃないの2、うん、ねえ、いやしかもサムネも変わってないしさびっくりしたよ、うなちゃんマンの椅子から落ちたのとヘッドフォン外した時にカツラも一緒に取れたのと部長がうなの負け、ああもう面白いね、うん、まだ店も生きてんだ、あ頑張ってるね、うん、よかったよかった、また沖縄行ったら挨拶させてよ、どこでやってるとか全然知らなかったから、うん、すごいよくしてもらったの2には、うん、懐かしかった、サムネも変わってない、すごいよね3年間で、ね、LINE 変わったね、新しい LINE になってる、おいいらっしゃい市川さん、ワドツ、来てすぐすいません、9時から定例会議あるので、あー了解です了解です、お仕事頑張ってください、ハストモさん、うん、定例会議ってなんだろう、なんかサラリーマン経験がないから定例会議っていうものが何なのか分かんないんだ、うん、わおすごいファンタスティック、ありがとうございます、ハストモさんありがとうございます、頑張ってください、いやユラちゃん分かってる分かってる、えユラちゃんなんで名前変えたの、もうユラでやってないの、ユラちゃんはユラちゃんなのに、
変えられたら連絡取れんじゃん。ごめんごめん、新しいの今飛ばしてよ。ふわっちのプロフィールに書いてあるから。うん、いや、ハッソモさん本当ね、ありがたいよ。うん、すげえよな、一撃必殺だよ。会社の経営者なのかな。まあでもなんか嬉しいよね、3年前のリスナーさんとね、こうやってコメント打ってもらえてんだもん。ハッソモナンバーワン。そうそう、チケット手に入れてよ絶対。そうそう、手に入れてよ。明日ね、明日捨て頃2のチケット販売だから、今日の夜中に、だからコンビニ並ばないとね、今日の夜中に。あれ、もともと2って暗黒リスナーだったんだっけ、暗黒脳なんだっけ。マーズ、すげえ名前だな。分かった、マーズって呼ぶわ。ドキュンネームにも程あるだろ、マーズは。うん、これね、はい、よし、またお前かっつって。どうやってやるんだ。カズハさんありがとう、風船ありがとう。星野由良は AV 女優でいると言われた。あー、はい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 、 OK 了解。ドレさん大丈夫な、いや俺もね、さっき YouTube で見たけど、まあもう無理でしょあれ、マッハ祭り、うん、お部屋開放もう無理だと思うよ。コンビニで買える、うんとね、前回は100枚が手売りで、100枚がローソンのチケットピアで、もう100枚がもう一つ、そう、コンビニで買えるローソンのチケットピアと、あとファミマはなんだか忘れたんだけど、100、100、100の300席で、今回手売りの100は速攻売れたから、あと200席残ってるはず。あ、そうだったんだ、へえ、野田から見てたんだ、へえ、うん、あ、セーラーマーズね。俺は何が好きかな、セーラームーンだとマーズ好きかもしれないね。マーズはあれだよね、赤いやつだよね。トレさん、すっぽん皇帝の CM 出てる動画、アメジンの枠で見て笑った。いや、俺もなんかあのキャプったけど、すっぽん皇帝大爆笑してたよみんな。おお、ハーハー社長、行ってらっしゃい、頑張って、ありがとうね。あ、ハーハー船長だ。俺はだから、俺はドレさんと便所さんがやったらだよ、もしやったら、俺は便所さんもドレさんも大好きになるね、一ファンとして。なんでかっていうと、もう今一番見たいカードだから。いろんな都合とか、いろんなプライドとか、いろんなしがらみとかありまくるじゃん、ありまくるけど、リスナーが一番見たいものをやるっていう配信者の根本、俺はだからドレさんと便所さんがもし仮にこのタイミング、この2っていうのでやってくれたら、俺は2人とも大好きだね。今でも好きだけどね。うん。おう、カズハさんありがとう。シークレット何なんだろうね。でもね、正直言ってね、もうね、やっぱね、ドレさん出たりとか便所さん出たりしないと、やっぱ捨て頃盛り上がんないでしょ。だってさ、
みんなさ、因縁がない、因縁がないってもう口癖のように言ってるわけじゃん、捨て頃み楽しみしてる人。因縁あるのがプロモーターにいるんだもん。で、前回ワンで活躍して大ブレイクしたやつがいるんだよ。捨て頃芸人と捨て頃主催者が因縁あるんだよ。これ捨て頃2でやらなきゃいつやるんだよっていうさ、もうなんか神がかった状態になってるわけじゃん。で、もうリスナー全員がドレさんのこと嫌いな人も便所さん嫌いな人も見たいって言ってんだよ。こんな奇跡ってないのよ。で、これ3とか4で実現してもなんかなえるっていうか、捨て頃今このタイミングでしか見れない、その最大高に面白い状態だから。だから俺はね、前回のユイガさんがシークレットで出るぐらいのサプライズ級だと思ってんのね。絶対見たいよね、それが実現したら。すっぽん工程よかった。うん、でもまあほら、何、東郷さんっていう、そう、裏方のプロモーターさんとか、なんだろう、そう、ポスターを擦ってしまったとか、いろんな、そのやっぱお互い嫌いだっていうディスり合ってるとか、もう本当にいろんな、なんつうの、出れない条件っていうかさ、このカードはまあ今無理だよねっていうのもあるから、なおさら見たいんだよね。でも便所はどれ出さないとか言ってる。どこまで本当か知らんか。まあ出さないでしょ、それは本音でしょ。それは出さないでしょ、あんだけね、そのお互い罵り合ってるわけだからこそ見たい、だからこそ見たい。本当に出さないと思うよ、だから見たいんだよ。押すなよ押すなよの原理だよ、押したくなるじゃん。まあわかんないよ、まあ無理だろうね、無理でしょ。でもまあなんかどっかに見たいっていうのあるね、うん。要はね、ドレさんもね、株上がると思うんだよ。いや便所って、あの捨て頃盛り上げさせてくれよっていう一言で、うん、それを断るぐらいダサい男じゃないと思うよ。いや、いろいろ言っても悪かったけど便所って、俺とやろうよって、そう、無理なの分かってるけどって、決着つけようぜっていうのがあったら、俺はそう、なんつうの、すげえ感動するけどね。どういうこと？最高の因縁だよ、最高の因縁。シークレットはどうなるんだろうね。酒はもうやめた俺、もう酒一切飲んでない。うん、便所さんみたいに海外配信楽しみにしてる。あ、いや、うーん、どうなんだろう、海外行きてえな、回りてえな、うん。チケット発売のタイミングになんか重大発表とかあんじゃないの、なんか今日あたりとかなんかまたシークレット開封とかあんじゃないの。あー、了解です。定例作業あんの。定例作業。
ありがとう、バカありがとう。そうそう、いってらっしゃい。和骨の意味聞いていいですか？和骨っていう言葉があるの。他の枠では和骨、和骨、和骨ってオープニングで言うでしょ、リスナーさん。あれは、ニコ生の機能からなんだけど、まずニコ生の歴史を説明するね。放送の30分間を1枠って言って切り売りしてるの。ただで30分間放送できるのは1枠っていうの。OK？ ニコ生で、ニコ生しかなかったから。で、当時のニコ生っていうのは、数千人の配信したところじゃなくて、数万人が生放送をやりたくて、2時間待ちとかなの。だけど、サーバーの負荷の関係で5000人かな？生放送をニコ生でできるの5000人が限界なんだけど、リスナーさんと生主が溢れすぎてて、ニコ生の枠を取れなかったのよ。つまり放送を始めるのにも2時間待つとかいうレベルだったの。だから、放送するのも人気なぐらい盛り上がってたのよ。だから2時間超えてパソコンの前で予約をこうやって張り込むの。で、早く早くって、順番待ちだ。だから、枠取りお疲れ様ですって言ってんの。要は、挨拶が、大変だったね、生主さんって。枠取りお疲れ様って挨拶してんの。要は、放送を開いてくれてありがとうね、頑張ってくれてありがとうねっていう時代があったの。でも、枠取りお疲れ様ですっていうことを言うのがめんどくさいから、枠取りお疲れ様ですって、和骨って言ってたの。で、次第にサーバーとかが強化されたり、生主が減っていって、和骨っていうのが挨拶だけで残ったの。要は、枠が始まったら和骨ですって。そう。で、それをもじって、和道、お疲れ様です。和道って言って。なんか和道っていうのは俺のところでしか通用しない。要は、リスナーさんのネットスラングだね。うん。和骨、あ、今かい。風船ありがとう。もいは何だっけな。はい、みすけも行ってらっしゃい。もいは何だったっけな。ツイートキャスティング、もい。もいは何だったっけな。もいはね、俺ツイキャスの歴史ね、わかんないんだよね。ツイキャスの、配信者じゃないから。もいはね、なんか意味あったね。まあでも、もいに関しては運営が言い出してたんだよね。吹き出してもいいって書いてて、でもいいにも意味があったはず。ツイキャス、あ、そうだそうだ、ツイキャスがもいい株式会社だ。そうだそうだ、ありがとう。シークレット対戦誰になるんだろうね。ふわっちは
なんで言うんだろう。フワッチは何もなくない？だから和骨とかじゃん。なぜか知んないけど、フワッチ、あ、っていうか俺のところは和骨しか言われないからな。ニコ生からのリスナーさん、ずっとあれだから。うん。はいはい、行ってらっしゃい。みんな行ってらっしゃい。みんな仕事に行くんだね。意外と働いてるんだよな。意外と。マドンさん昼間何してんですか？あれだよ、あの世界情勢とか、あの経済新聞を5社、やっぱりこう世界情勢とかフォーブスとか、うん、あと科学雑誌ニュートンとかサイエンスとか、もうすごい忙しいよね。あ、もう行ってどっかの国の挨拶なんだ。もう本当に俺ぐらいの高度な雑談配信者はやっぱりリスナーのレベルが高いからさ、あの世界情勢を追っかけてるね。そうだね、まあ一言で言うなら寝てるかな。いろいろやってるけど一言だけで表現するのは寝てるね。爆睡。CNN とかね。CNN とかね。あ、でも、あの、すげえ、実は、本読んだり、動画を見てることが多いかな。まあ、ネタは仕入れてるよ。やっぱり、その、ネタっていうかね、なんだろう。探してる感じかな。面白いネタないかなって。いや、俺ね、実はね、昼も夜も、どっちもいける派だね。一時期ね、昼ばっかりの時もあったんだけど、最近なんで夜が多いかっていうと、あの、マジレスをすると、ドレさんがいないっていうのと、水増し閲覧がなくなったのと、まあ、時期的にほら、ツイキャスが投げ銭始まったっていうので、ふわっち自体が、昼間は盛り上がってるけど、夜やばいっていうのがあって。で、なおさらドレさんがいないでしょ。俺がやんなきゃっていう。そう。いやこれ本音本音、ドレさんがやってないから、あそこのリスナーさんが暇だから俺がやんなきゃっていう感じ。うん、大学受験で、ね、のつさんおはよう、ねりうめちゃんおはよう。ねりうめちゃんのそれ美味しそうだな、パンケーキ。ツイキャスの大手ってどうやって狂ってのん、どうやって狂ってのあ、食ってるのか、食ってるの。それは俺も未だに謎。ただ、ひかるくんとはほら、仲良かったから、もともと。ひかるくんに聞いたら、半年間の旅で、ステッカー350万円分売れたって言ってたよ。まーさんおはようございます。入院はしてないよ。ゆうさん、風船ありがとう。だから、まあ、食っていけるんじゃん。うん。あと、ひかるくんの家に行ってびっくりしたのが、段ボールが入り口に3、4箱積まれてんの。で、お米とフライパンとかカセットコンロとか鍋とか食い物、もう人参玉ねぎとか全部揃ってんの。で、毎日そのこういう不在伝票が届いてて、要は食い物は送られてくるんだった、勝手に。要はツイキャスの生主は食えないって分かってるから、お母さんたちがその推しの配信者に食料を送るっていうのがまあ普通らしい。なんかフワッチでは絶対ない文化じゃん。食い物があるの、大量に。もうパスタから何か、腐らないものから、北海道のリスナーさんだったらその農家で採れた採れたての野菜とかバンバン送られてくるの。現物支給だね、そこは。フワッチだから、フワッチとは文化が違うんだよね。うん、だからどうやって食ってってんだろうね。
うらやましい、うーん、でもね、いや、まあ、うらやましいって思うじゃん、側だけ見てたら。絶対進めない。アミンはこつ、おはよう。そう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 、多分もうね、なんかそういう感じだよ。そういう感じ、仕送りみたいなニュアンスっていうか、まあなんかそういう空気だね。おい、風船ありがとう。まああとはバイトじゃない、仮想生主はバイトしながら。だからふわっちができてから、その配信者がほら稼ぐようになったから、俺とか便所さんとか、俺とか鮫島さんが会うと、もう夢のような世界なのよ今配信会って。どうして進めないかか、ルリさん、いい質問だね。あのね、俺らはやっぱ罪深いというか、どっかに、その配信では言わないけど、どっかにあるよやっぱり。あの、俺らどうなるんだろうみたいな話ってすごく多いのよ実は。でものすごいプレッシャーと、明日配信サイトがなくなったりとか、明日自分が人気なくなったら食ってけないっていうのを誰よりも分かってるわけですよ。リスナーに、お前配信サイトなくなったらどうやって生活してくきとか言うじゃん、嫌がらせで。そんなの俺らが毎日考えて毎日悩んでるわっていうのが本音なんだよどっかで。それをどうにかなるさとか、配信会がこれから盛り上げようとか、そう鼓舞してやってるの。多分ね、普通の精神じゃできないよ生主なんか。あのだっていつも言うんだけど、例えば今風船、あの花火10個上がってる、5000円もらってるじゃんっていう感覚かもしれないけど、このこれがなくなったら、みんなが風船アイテムなくなったら、俺明日死ぬんだもんでしょ。そう、ポさんの言う通り、一時収入だから、なんかのトラブルとかなんかでみんなが俺のこと大嫌いになった瞬間死ぬんだよ本当に。で下手に言う、頭今ねシルバーアクセサリー作ってる。あのいろいろ進んでんだよ、ツーがいない間に。ツーがいない間にいろいろ進んでんだよ。あ、そっか、ツーは野田を追っかけててニコ生だから捨て頃とか知らないのか。そっかそっか。今ね、あのふわっちとかツイキャスはね、結構でっかいイベントがあって、格闘技の大会とかやってて、20万、何が、どうして進めないかっていうとね、あのね、それね、配信外でさ、こう鮫島さんと、配信じゃないんだよ、ブーンって鮫島さんが、ワドーっつって、俺らどっか頭おかしいなって言って、どうしたんすかって言ったら、まともなやつはみんな生主辞めて働いてるよっていうの。鮫島さん今年で11年目の配信者なの、重すぎるでしょ。みんな辞めてって、みんな働いてるよ、俺来年から働くんだって。すっごい俺笑いそうになったよ。すごいなって。鮫島さんって、そのもう永井先生の次に古いって言われてんの、すっごい古い人だから、なんか重たかったね。野田を追いかけてるわけじゃないんだ。いや、なんか似合わないし、なんかでも重たいし、なんかシュールで笑えるし、重いでしょ。いや、だからね、やっぱりね、その夢があるよとか、稼げるからやりな、お小遣い稼げるよとか、なんか言えない、人に勧めらんない。昔はなんか言えたけど、一緒に生主やろうよとか言えたけど、今言えないね。こんな気違いみたいな世界に誰かを引き込むっていう気にならない、正直。無理無理無理。いい思いもたくさんしてるけど、そのなんつうの、なんて言うんだろう、いい思いたくさんしてんだけど、例えばなんだけどね、えみんな年取ってきたね。だってさ、ねえ、だってだよ、俺未だに夢でうなされてるんだよ。
俺夢でドレさんと殴り合ったりツバニャンにめんつゆかけられたりする夢毎日見てるんだよ。10年後恨まれるだろうね、本当にそう思う。だからあのさ、よくさ芸人さんがさ食えなかった頃の話嬉しそうにしない？松本人志とかあの芸人さん、売れてる芸人さんが昔はさって言って食えない頃の話を楽しそうにするでしょ。あの感覚わかる。本出せる、出したい、出せる、出版したらじゃないよ、そんなチャンスが来ない出せないんだよ。あの気持ちはわかるの。なんかその俺もだから今のふわっちで一枠で数十万稼いでる人たちに言いたいもん。俺ら何年間食えない中で必死になってやってきたのかっていう。本当に食えなくてもずっとやってたよっていう。だから今の配信者羨ましいもん。いいなと思って。フォローありがとう、フォローありがとうございます。みんなフォローしてね。でもさ、まあほらこうやって3年前のリスナーさんがね、偶然見に来てくれたりとかするわけよ。あの頃懐かしい、元気って。まあね、それで応援してくれるっていうのもあるだろう ね。やっぱ長く見てる人はそれ知ってるからね。だってさ、ニコニコ生放送のトップの横山みどりの月収がだよ、当時その10人20人しかチャンネルって言ってお金に換えられる人がいなかったの、20人ぐらいしか。その中でみんながトップだって言ってる横山みどりさんの月収が40万いかないんだよ。30万とかなんだよ手取りで。多分今16万とかで生活してんだよ。いや、どっかやっぱそう、本当に好きだじゃないとできないでしょ。いやだからそのなんつうの、過疎でもこんだけ多額で稼いでてこんなの配信じゃねえよっていう人いるでしょ、うん、こんなのホストクラブだよって言う人いるじゃん。それ多分昔から生放送を愛してる人たちはなんだこれって感じするんだと思うよ。あ、そう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 、その頃はだから多分バー歩みだろうね。うん、そうそうそう。いや、みどりさんは絶対やらないでしょ。ツイッターやるのにだって6年かかった人だよ。7年かな。ツイッターやるのに6、7年かかった人だよ。うん、みどりさんやんないよ。多分ツーが言ってんのこの時じゃないかな。こっちだったかな。この時じゃない。多分。これじゃない。こっちじゃないかな。緑色は今給料差し押さえられてる。そうだよね、今給料差し押さえだよね。これが3年4年ぐらい前かな、うん、そんなに若いかな、うん、そう、よくお店やってた、お店やってたって言われるけど、だから生主がバーやる先取りだよ本当に。モグゴリとかキャスバーとか言ってるけど、その何年も前やってたんだ。その頃多分ね、サムネがこれだったんだよ。2が知ってる時はサムネこれだったでしょ。2多分これが当時のサムネだね、うん、赤坂はもっと前、赤坂を知ってる人はもう一周前。要はみんなあの知らない人はね、お店やってたって言ってるけど、俺ギネスブックっていうか天才って言われて、俺1年半で7店舗潰してるんだよ。だからどの店なのかで歴史が分かんの。そう、だからみんなバーバーバーって言うけど、どの時のバーっていう感じなの俺からすると、うん、こっちのバーかな。ツーが知ってんのはこっちだった。これが一番最初、あの力屋さんが来てくれたお店なんだけど、これはこっちが一番最初。こっちか、こっちか、うん、これが赤坂の方だね、うん、これか。いや、アウトロー系じゃないよ俺は。でもアウトロー系ってずっと言われてた、ていうか勝手に色をつけられてたね。
こっちだったらだいぶ古いリスナーだよ。前じゃない？だって2014年って書いてある。4年前だ4年前だわ2014年って書いてある。緑丸さんかな。緑丸さんいらっしゃい、楽しんでてください。1年半で7店舗で、だからもう才能がなさすぎるって言って、でもなんでか知んないけど潰れるじゃん。そしたらリスナーさんが、いや俺がチャンスあげるよってどんどん来るから、どうなってんだお前って。でね、六本木でお店やらないかっていう話も来たんだよ。あのこれがそうだったね。すごいいい店舗でしょ。ここであのその赤坂の時潰れた時に言われたのが、このお店やんないって、居抜きでオーナーさんに。だから本当は8店舗できそうだったの。すごくない？うん。でビップルームとかもあって、こうビップルーム、これいいでしょ、うん、そう。だからまあまあ可愛がってもらってたな、ラッキーだなと思って。ここはね家賃が高くて俺は回せないと思った。ここはね六本木で面積数カウンターだけでも7席で、当時多分ね家賃が40万って言われたのよ。40万。うん、いや4年だよ。だって俺配信始めて5年目だもん。だから2なんか初期リスナーだよ俺からしたら。だって赤坂自体が多分なんだけど、配信始めて半年だもん俺。だからあの時のキャリア2と出会った時がキャリア半年の生主だったんだよ。要はデビューしたての千葉か。千葉はね、あのいいバーが何個かあるから別にいら、まさかの子さんどころじゃないよ。この中で言ったらだから最古さんの一人だよ俺からすると。だから懐かしいっつってんだもん。だって配信の始歴史が始まってから初期の初期だもん。だってさ2なんかさフォロワーまだ1000人いかないぐらいだったでしょ。800人とかでしょ多分俺のコミュニティのフォロワー数。だから多分相当初期リスナーよ。デビューしたてだよ生主として。またバーやらないのか。もう酒飲まねえしな、バーはやらないね。なんだろうね。いや俺もだから2元気かなっていうのはどっかにあって、沖縄行った時会いたいなとは思ったんだよね。そうっていうか俺2であれなんだけど、俺絵描く約束かなんかしてなかったっけ2がなんか和道絵描いてよっつって店に飾るからって言って、俺がバックレた記憶があるんだよね。バックレたっつうがめんどくせえっつって、そしたら2がいいよいいよって笑ってくれたんだよね。ね懐かしいよな、うん、キャスバーの隣っつうか、まあ今キャスバーとかあるからいらないんじゃないの。飲みあるじゃん、もぐごりもあるし。だからまあ新しいことやりたいね、うん、なんかそんな思い出があるな2、うん、ねえ支援してくれてたもんね2。すげえありがたいよ、もう感謝しかねえよ、うん、でもまだねお店続いてるって言ってるから嬉しいよね、うん、俺に何してほしいって言っておいて何も返さないっていうところが昔から変わってないよね今日今でも変わってないよ。そのステッカーくださいって言って入金されてるのに1ヶ月放置したりとかで、リスナーさんにまだですかっつって最低な生主だよな本当に、うん、ねえ、うん、なんか本当2にはね恩返さないとな。マジでカクテル何種類ぐらい作れるよ。店のメニューどれくらいあったかな、ちょっと待って。
カクテルっつってもあれだよ、居酒屋みたいなメニューだったから、お店のメニュー見てみようか、多分残ってるはずだから。これが当時のメニューかな、見てみようか。3000円飲み放題だったので、3000円飲み放題、今日月緑茶ウーロン茶ミネラルウォーター梅酒ビールが朝日スーパードライトハートランドジャックダニエルでハイボールウイスキーカクテルカシスオレンジカシスグレープカシスソーダ、なんだこれ、オーロングって何、ウーロンか、カシスウーロンカルアミルクカンパリオレンジカンパリソーダ、カクテルっていうのじゃないよね、ジンバックドラゴンフライオレンジブロッサムレゲーパンチファジーネーブルピーチツリー、あと何出してたっけな、アサヒ、なんだろう、カクテル、まあこんな感じだったね。高えな、ジントニック700円で売ってんだもんな、それはぼったくりだって言われるよね。ジンバックドラゴンフライ、まあまあなんか、なんだろうね、なんか適当でしょ、居酒屋でしょ、うん、何種類ぐらいだろうね。まあカクテル本見ながら作って、むしろコメント欄で聞いてたからね、ごめん作り方なんだっけとか言ったら、いやだからもう性格でわかるでしょ、ルリさん、俺だから注文入ってコメント欄でどうやって作んのっつって、そういう感じよ昔から。ボクシングも全部一緒なの、シルバーもコメント欄で聞く、リスナーに怒られるでその場で作る、でもリスナーさんは優しいから大丈夫だよっていう、っていう、もう昔から変わってない、うん、怒られながら、見切り発車、うん、そうで俺がベロンベロンに後半なってるっていう、まあまあ想像つくでしょう大体、うん、でこれが4回目かな、これが4件目ぐらい、こんな感じだったね。髪長えな、うん、これが4回目ぐらいかな、うん、懐かしいよね。いやだからね、写真とか記録は撮っておくべきだなって思うよね、うん、かわいいっつって動画はね全部俺が減らって、ニコ生、ツイッター、LINE もう全部を一回消したことがあんの、ニコ生やめた時に。それで多分2いなくなっちゃったっつうか、2とダメになっちゃったんだよ、全部のアカウント消したの。だから生きてたんだって言ったじゃん2は。だからその時にダメになったからね、要はねツイキャスに行ったタイミングだよ、うん、なぜ店任されるか、運がいいんすよ、なんか可愛がってもらえますね、うん、なんかお前好きだからやるかみたいなのが多い、うん、ツーはまあニコ中だよね、うん、なんかこうチャンスもらえることが多いんだよな、人に恵まれてるんだろうな、うん、うん、なんでなんだろう、なんか昔からやりたいって手を挙げるとチャンスもらえる性格だったかもしれないですね、なんかやってみるっていう、うん、なんでなんだろう、人と出会いの運が半端じゃなくいいんだろうな、なんだろうね、なんか人に可愛がられるよね昔からね、つうね、そう、なんでなんだろう、全然わかんないな、
だから人との出会いはすごく運がいいっていうのは子供の頃からあるかもしれない。そうなんだよね。だいたい言うこと見切り発車で間違えてるんだよね、毎回ね。で、適当なんだよね。うん。何なんだろう、ほんと。不思議だよな。だいたいどうにかなると思ってるもんな。飲み屋はね、今ね、俺がやりたいのはシルバーのそのショップをちゃんとやるっていうのと、あと作業所やりたいね。 B 型作業所とか A 型作業所とか社会福祉系やりたい。あのそっちの方がやりたいね。相談したんだけど500万ぐらいでできるっていうから、 B 型作業所とか、なんか飲み屋っていうよりもそっちの方に興味があるね。会社経営じゃないか、まあ会社経営か。東京になんか作業所あったら面白いなと思って。あ、いいよ、ケンタンメンやん、行ってらっしゃい。今あるサービスはね、あるからさ、生主がもうなんか新しいことやりたいんだよね。生主がバーやるっていうのはもう普通のことになっちゃってるから、あんまり面白くない。なんかたまり場があるじゃん、キャスバー。特にキャスバーがでかいと思ってて、あの頃はそのリアとつるたまり場みたいなのがなかったのよ。そう、だから今はキャスバーがあればいいんじゃないかなと思うよね。キャスバーとモグゴリがあれば大丈夫でしょ。まあでも捨て頃終わった後どうしようっていうのあるよ、俺の中で。捨て頃まではさ、やることあるじゃん。だからシルバーもやるんだけど、捨て頃終わった後配信的にどうなっていくんだろうなっていう、この辺の楽しみはあるな。久々に活字読みたい病になってるんだけど、何読んだらいいか。小説とか読むの？通話活字、俺読んだことないんだけど、あのグレートギャッツビー読んでみようかなと思ったね。グレートギャッツビー、うん、今ちょっと興味があるのはグレートギャッツビーだね。ノンフィクションに興味ある。はい、ゴミだよ、おはよう。ドフィーいらっしゃい。はいはい、アーミーいってらっしゃい。今日はみんな忙しいね。ノンフィクション、ノンフィクションもの、わかんないな。俺あんまり本読まないかんな。ノンフィクションものわかんないな。グレートギャッツビー読んだことある人いる？こん中に。グレートギャッツビー。俺小説村上春樹ぐらいしか読んだことねえかんな。風船ありがとう。相談いいよ、全然いいよ。もちろん、グレートギャッツビーってどうなの、ドフィーさん。金梅さんのリングは納期は3月1日だけど、怒られたね、まだって言われて。2月の頭に1ヶ月ぐらい時間くださいって言って、この前電話かかってきて、まだってなって、すいませんっつって。カルティエを超えるリングは時間がかかりますとか、わけのわかんないこと言って。
あ、自分のメンテね、大事ね、うん、自分のメンテは大事よ。ノンフィクションにこだわってるのは人の想像の話に興味があるのと思ってる自分の硬さを変えたい。あーあーあのね、 OK、 俺小説家の人とバーでね飲んでた時にすごくいいことを教わって、これちょっと話が変わってるよ、遠回りするよ、つあのね、これね、バーの行きつけのバーでカウンターでおじさんが一人で飲んでて、こうしっぽりバーのマスターと、で俺が客で入ってきて隣に座ったので、バーのマスターとは俺すごく仲がいいからすごくよくしてもらってて、いろんな話するんだけど、その日はそのおじさんとそのマスターが話してたのを横で聞いてたので、紹介されたの、和道くんって言って、こう生放送でって言って、でそしたらその人の職業とか知らなかったんだけど、なんか小説の話をしてるのよ、そのマスターと。で3人で話すようになったら、和道くん、ベストセラー小説は誰でも書けるんだよって言い始めたので、事実は小説よりきなりっていう言葉は俺は本当にあると思ってて、漫画とかアニメとかその小説とか、要は創作物って言われてるものよりも、人が生きてる人生の方がもっと深いっていうのは俺分かってるのよ。だって経験から書いてるわけじゃん、小説家とかって経験を作品に込めるわけで、もちろん盛るんだけど、だからその事実の方が小説よりも奇妙だよって、事実は小説よりきなりって言葉があるんだけど、でその男の人が、和道くん、ベストセラーは誰でも書けるんだよって言って、どうやって書くんですかって聞いたら、どんな人間にも、例えば30年生きてるんでしょ君って言うから、はい30年生きてますって、どんな人間にも30年間生きてたら誰にも話せない話って1個だけ持ってるでしょって、はいって、持ってますって、誰にも言えない、これ言ったら家族も友人も失う、で嫌われる、それを惜しげもなく書けるやつがベストセラー作家なんだよって言われたの。だから小説家でベストセラー作家であればあるほど不幸な死を遂げてたり、孤独だったりとか変人だって呼ばれるのは、みんなが読みたいものっていうのはそのとんでもない秘密であったりとか、とんでもない破天荒なものだったり、その人に言っちゃいけない話っていうのを人間は求めてるって。でそれを一歩踏み越えて、友達いなくなるかもしれないけれども、その書けるやつっていうのがベストセラー作家になれるんだよって言われた瞬間に、俺は生主と一緒だって思ったの。すごく生主と似てるって思ったのね。そんな感じしない？うん。でノンフィクションなんかないし、フィクションですとか言うけど、ドキュメンタリーとかノンフィクションって言うけど、実はさ、もう人が介入してる時点で人の思いが乗っかってるから、実はフィクションなんだよ。でフィクションもまたノンフィクションなんだよ。ちょっと無理があるかな。はい、詐欺師の話でした。ちょっと無理があったね。いや俺は配信者だからさ、やっぱ自分の経験と重ねることしかできないんだ。でそのおじさんは小説家だったの、後で紹介されたけど、あの人作家ですごい有名な人だよって、うん、そう、ノンフィクションもフィクションだし、フィクションノンフィクションもフィクションだし、フィクションもノンフィクションだと俺は思ってる、だからまあいいんじゃない、うん、いろんなもの読んでみて、うん、そう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 、 なんだろう、うん、例えばじゃあノンフィクションもの書けって、俺が仮に依頼がいつか来たとするんだ、多分持って話すと思うもん、うん、ふわっちでは100万稼いでましたよって書くもんね。絶対書くもんね。あの頃は良かったですね、100万稼いでましたよって。面白くするためなら嘘ついていいと思うっていうのはね、それはね配信者で日頃よく考えるんだけど、
俺らは嘘をついたらダメなの。嘘っていうのはゼロのことを100っていうことだよね。ありもしないことを100にしたら嘘つきなんだよ。でも生主とかってどういう仕事かっていうと、すっごい小さな些細などうしようもない1のことを100で言う人だよね、うん、全然大したことない 悪いこと、人のなんつうのちょっとした過ちを叩くときは全力で100倍増しに極悪人だって誹謗中傷するそういうのが俺は生主だと思ってるけど、うん、そう、例えばその俺もここにいるリスナーさんも同じ24時間を過ごしてるわけですよ。で、同じ24時間を過ごしてるわけだから話とか人生にそんなに大差ないはずなの。でも雑談生主ってなんで大きく見せたりとかオーバーに話すかっていうと、普通に話したら面白くないじゃん。例えば今日どんな一日だったっつって寝て起きて喋ったで終わりじゃん。寝て起きて喋って毎日ダラダラ過ごしてますじゃ話にならないでしょ。いや許せねえよ今日さコンビニの店員がさとかさ無理くり突っ込んでくるわけじゃん。ありもしないことを話さないけど面白くなるように、なんかこう店員さん、本当は普通の店員さんなのにあのオカマの店員さんに話が変わったりとかうん、そうどんどん脚色はされていくよね。ボロンジェさんは逆にどう思う？面白くするためなら嘘ついていいと思う？どう思う？俺はあのみんなが笑ってる話っていうのは脚色されてると思うよ。俺は脚色しますよ。ただまあどこまでが許されてどこまでが許されないかっていう線引きを誤るとやっぱリスナーさん怒るよね、それはすごく気をつけてるかな。どうなんだろうね、みんなが笑ってくれてまあ話半分に聞いてくれると助かるなと思ってるよ。うん、あ、それはね本当に大事なことだね。伝えたいことを伝えるっていう。でもねあの伝えたいことがない日もあるんだよ言いたいこと毎日 言える強さが欲しいよね。それくらいネタが降ってくるというか、あの言いたいことない日もあるのよ本音を言うと、うん、そう、まあ何か何もない日だなってっていうのが毎日じゃない。だから大変なんだよ。うん。いやでもやっぱり生主はもう普段のちょっと見え張るとかいうレベルじゃないよ。やっぱり自己顕示欲が強いから本当に強いのよ生主って。だからみんなもうすごいよ。やっぱり。まあそのトップにいるのがうなちゃんマンなんだけど、うん、もうすごい彼は。そのトップに君臨してるのが佐野智則っていう伝説の男がいて、本当にほぼ想像だけで語ってるっていう、うん、ああいうのをフィクションって言うんだよね。そう、現実なのか妄想なのかもうわけが分かんない。そう、マトリックスの世界にのめり込んでいくんだ。いや配信しろは難しいよね本当に。ゆいがさんはその弟分だからね、やっぱ佐野イズム継承者だからね、うん、ゆいがさんいい人だからな、だからあれだよね、ポさんの言う通りで本当に伝えなきゃいけないっていうことがある人は強いよね。うん、生主の中でもたまにそういう生主いるよね。そのこれリスナーさん知ってくれっていう時があるじゃん、たまに本気の時が。そういう時は人を引き込むよね。いやーまあ今日はいい日だな。
昔話ができるっていうのもいいね。長くやってきた嬉しさだよな、ここは。ありがたいな。もう多分今リアルタイムで見てくれてるかわかんないけど、今日この枠にいるかわかんないけど、俺の生まれて初めてのフォロワーさんは今でも俺のことフォローしてくれてんだよ。感動しない？生まれて初めてニコ生をやって初めてコメント書いてくれた人、初めてフォローしてくれた人、初めてのリスナーさんは今でもフォローしてくれてんだよ。でロム線なの、すごくないっていう、そういう感動もあるよね、生主には。どうなんだろうね、もうね、その人数が多くなれば多くなるほどコントロールしようとかさ、受け狙おうとか疲れようとかいう世界じゃなくて、ここにいる160人の中では俺のこと大嫌いで殺したいって思ってる人もいるだろうし、まあ好意的に見てくれてる人もいるだろうし、もうだから自然体で言いながら普通にやってかないダメだなと思った。お疲れっす、岡昇さん。わかるっていうのが、例えばだからその、ツイッターの一番下の方に新しく作り直したアカウントにフォロワーさんにその人の名前があったりとか。今もう固定版変わってるんだけどサムネが一緒だったりとか。わかるよ。あ、この人まだ見てくれてんだって。一番最初の配信雑談だね。俺ね、もともとね、生主を、こう、リスナーで見てて始めるのが普通じゃん。金梅さんに憧れたとか、うなに憧れたとか。俺、生主のリスナーの経験一回もないで始めてんの。すっごい珍しいタイプな。ニコ生を一回も見てない状態で枠を始めたのが最初だった。だから雑談ですね。いやだから2今いくつになったの俺27だったのかな、28だか27だったのが32だから、で俺の確かの記憶だと2は少し上のお姉さんだった記憶があるのねもうクソババアですよ2はいくつになったんだろうね。いやごめんなさい、年下だったかな、いやーまあでも美人だからね2は。一番最初どんな配信やってたかな、覚えてねえな、あんま変わらん。あ、そかそか、みんな年取ってくんだよ。でも俺やっぱすごいなって思うのが、オワコンって言われててもうなちゃんマンすげえなって思うよね。多分ね、4年前のクオリティとあんまり変わってないっていうか、毎日あのテンションでダミ声を発し続けて、あの安定感があるってすごいよな、あ、写真送って。大丈夫、スノーとか加工したらダメだよ。スノーとか禁止だよ。4年前は写真加工アプリなかったけど、今は騙せるからね。今日の予定は今から寝ようと思ってるかなあとね、ギフトが届いたから、リスナーさんからギフト受け取るっていうのが今日の予定集客力昔の方があったよ。要はね、アンチブロックしてからおかしくなったね。あそこの放送ってアンチがすっげえ面白いの。
アンチと囲いのせめぎ合いが面白いんだけど、最近ブロック多発っていうか、もうブロックしすぎてて、要はね、ニコ生って1週間に1回ブロック解除されるの、勝手に。だから面白かったの。1週間に1回、何曜日だか忘れたんだけど、水曜日か木曜日にすっごい荒れるのよ。それが面白かったんだけど、ふわっちって1回ブロックしたらブロック解除されない仕組みだから、アンチコメント書けないんだよ。うん、徹夜徹夜宗教系の話、宗教も全然話すよ、未だに。基本的には喋りで食っていきたいと思ったけど、中盤戦で売名しないとやりたいことできないわっつって売名生主になって、で嫌われて、で今ふわっちに来てから雑談に戻ったって感じかな。一周回ってやりたいことやってる。キラ、いや多分ね、アンコロのコメントはアンチからするとキラコメ扱いだと思うよ。あのここで書かれてる全部のコメントがアンチからするしたらキラコメに見えると思う。おはようさつきさん。このさつきさんのおはようもキラコメだっていうぐらいだからニコ生勢は。ノレさんはまだ終わらないよ。本当のオワコンっていうのは名前が上がらなくなった人、名前が呼ばれなくなったら、もっこりさんが今どれさんはって言ってる時点でオワコンじゃない。エセアカとかだよあって思ったでしょ今。あ、エセアカ忘れてるって思ったでしょ。要は本当のオワコンってそういう感じ。エセアカとかだと思う。なんか、あ、いなくなってるっていう。ニコ生はね、もうやめた。もう何回も裏切られたから。あって思ったでしょ。エセアカ今働いてるよ。どの宗教、僕が一番好きなのは仏教で、で、今勉強してるのが密教を勉強してますね。香川さん消えてないよ。香川さんオワコンじゃない。だから亀仙人ね、香川も消えたって亀仙人の記憶があるでしょ、心が。でも本当のオワコンってね、本当にあ忘れてたっていうレベルの、いたいたっていうレベル、うん、名前が出てくる分にはまだ終わってない、うん、あーポさん嫌いなんだ、うん、あーなんか言ってたね、アンコロ他の枠では結構私荒ぶってるわよみたいなね。荒ぶってるアンコロ見つけたら俺爆笑するけどね。スクショしよう。なんかね、あのね、ここでさ、生きがってるアンチいるじゃん。おい、てめえ、ハゲとかさ、よりめえとか、お前死ねや詐欺師とかが、女の子のさ、おっぱい配信とかでさ、何々ちゃんこっち向いてとか書いてるの見ると俺爆笑すんだよ。へこむんだよ。俺の枠ではすっげー叩いてんだけど、あの花火あげるからおっぱいちょっと見せてとかすげえ書いてるアンチリスナーとか見るともうすっげえ面白いの。和道とコラボしてたひょろい人、川崎洋平、ひょろいのだと川崎洋平、石野康介、誰だろう、細身の人、石野康介か川崎洋平か、あと誰だろう、誰がいる、思いつくのがその2人かな。痩せ型の人はホームレスの石野康介、うん、マウイさんね , 笑うよね。なんか絶望的な気持ちになるんだよ。しっかりしてくれよって。もしよかったらみんなお気持ちアイテムいただけると嬉しいです。風船でもバーガーでもお金に余裕のある人アイテムちょうだい。おい、てめえ、ハゲ、よりめえ、フミヤを数発殴ったような顔。そうそうそう。フミヤって何？フミヤって誰？風船ありがとう。トモさんありがとうね。うん。酔って酒かけた人は、コッペ。コッペでしょ。コッペコッペ。馬面のコッペね。コッペはもうオワコンだよ。そう。だからこれが本当のオワコン。名前が出てこないやつ。これが本当のオワコンね。誰だっけって言われちゃうやつ。で、今でも現役でふわっちやってるのに、みんな名前出てこないって。いや、今ふわっちやってる。閲覧さんとかだよ。だからこれがオワコン。アンコロ、パフェありがとう。ゆいがさんはオワコンじゃないよ、全然。
洋平くん何やってるか知らない。わかんない。洋平くん元気なのかな。どうなんだろう。洋平くん全然会ってないな。洋平くん好きなんだよな。洋平くんライバルだったかんね、俺の中で。洋平くんとサノッチとワンワンがライバルだったね。でレイチェルもライバルだったんだけど、レイチェルは頭1個抜けてたね。レイチェルが一番上で、次川崎洋平で、俺ワンワンサノッチとか、この辺がね、大体あの小競り合いやってる仲間だった。あ、そうなんだ。洋平くん引退しちゃったんだ。パイセン今仕事してるっていういつものフリじゃん。ツイッター見てると働いてない情報がワンサが出てくるっていう。いいよな、天才なんだろうな、やっぱり。ロハコさん生きてる生きてる。コメント欄今も見てんじゃないの。184人いるんだったらロハコさんいるんじゃない。ロムってるんだ。ロハコさん相変わらずだよ、仕事してる設定。そうそう、洋平くんいいよね。ロハコさんはツイキャスだかニコ生だかやってんじゃないの、やってると思うよ。いや、もうやめとくよ今日は。残り8分でやめとくよ。俺は配信15年ほどやってるけど、永遠のゼロか数人やから、ワコンのまま10年は行くぜ。注目や金じゃねえんだ。いや、でも分かんないよ。ゼロか数人の、15年配信やって0人か数人なんでしょ。ドレさんもそんな感じだったらしいよ。長くずっとかそなま主で、でいつか一発当ててやって大手になるんだって信じ続けて、去年捨て頃で大ブレイクしたから、ポさんにもなんかあるんじゃないの、いつかそういうなんか自分に合った企画と、なんか神がかってリスナーさんに注目されてみたいな。ドレさんもそんな感じだったらしいよ。ドレと一緒にすんな。いやいや、まあごめん、悪い悪い。何苦労してって、何苦労してって、これ以上苦労させんじゃねえよ。ボロボロなんだよこっちは。紆余曲折経てここにいるんだよ、なんで苦労させんの。そう、あ、俺に言ってるわけじゃないの。まあ、だから、まあ、なんだろう、俺が大きく変わったのはこの4年間5年間で何が変わったかっていうと、まあ、オープニングの話に戻るんだけど、ユニクロのジーパンがやっぱりリーバイスに変わったっていうね。そう、なんか雰囲気変わったねって。多分それはね、このリーバイス、このリーバイスを背負ってるっていう。ユニクロからリーバイスになったっていうのがやっぱり大成功の秘訣だよね。ふわっちやってからだね、すごいでしょ。リーバイスは履けないでしょ、なかなか。リーバイスは履けるのは勝ち組だからね。そう、ユニクロのジーパンからリーバイスに進化した。へーっつって。そう、キッズの憧れだから。和道さんすげえ、リーバイス履いてるよって、俺もリーバイス履くよって、和道さんって。ティーンエイジャーが今俺をキラキラ見てるよ、スマホの向こう側から伝わってくるよ。腹筋はすごいよ今、格闘技やってるから。2びっくりすると思うよ、もうね、バッキバキだよ、ほらバッキバキ。ボクサー、ボクサーですよ、ボクサープロ手前って感じだよね。
プロ手前、ライセンス取りに行ってるのが体に現れてるよね。すごいでしょ。大体格闘技はね、体でわかるからね。成田ドーム、へえ、へえ、うん、よいしょ。シックスバック。メタボじゃないですよ、やめてください。シックスパックです。はいはい、いってらっしゃい。つまたね、楽しかったよ。なんだろうね、なんか最近配信者が芸能界のつながりとか持ち始めてるよね。なんなんだろう。おー、ありがとう竹松さん、パフェありがとう、うん、そうだね。ニコ生？ニコ生だってもう無理よ。コミュニティ持ってなんかプレアカじゃないもん。プレアカ解約してるもん。無理無理無理。ニコ生やってももうずっと詐欺師なの、生ポだの書かれるだけだもん。無理無理無理。いいのよ、ふわっちでこんな170人もリアルタイムで見てくれてんだから。プレアカだって見る人いないもん。見る人いなければさ、毎月500円だよ。バカになんないよ、うん、こっちおいでよ。ふわっちいいサイトだよ。つふわっちいいよ、まったりだけど。ニコ生はなんか稼げる仕組みが実装されたかされてないかとか、そういうレベルだよ、うん、だって生主はプレアカじゃないと放送できないもん。あ、まあまあ、もうふわニコ生オワコンでしょ。角川がやる気なさすぎだよ本当に、うん、いや解約でしょ。いやマジでもうツイキャスとふわっちでいいでしょ。おはよう、おはよう。今の月収いくらぐらいか、なんでヒッキーマウスさんに言わないといけないの。ご想像にお任せしますよ、ご想像に。まああれだよ、アルバイトに毛が生えたぐらいだよ。20万いくかいかないかだよ、うん、いやもう俺は今ニコ生やるのはもうちょっとやだね。あ、でもあれだよつ、俺の放送ね、匿名枠やってるから書きやすいと思うよ、うん、匿名枠やってるから書きやすい。キツネ枠っていうのがあるから、今度また枠おいで。キツネ枠多分次明日やる枠とかキツネ枠だろうから、今日で終わり。これでごめんね、タイミング、うん、配信お疲れ様、皆さんありがとうございました。170名のリスナーさん、アイテムをたくさんありがとうございます。もしよかったら、ふわっちのプロフィールに書いてある YouTube、Twitter、あとこの放送のふわっちのフォロー、 YouTube のフォロー、 Twitter のフォロー、ふわっちのフォローよろしくお願いします。それでは皆さんお疲れ様でした。また明日、おつおつ。カズアスありがとう。おやすみ。